まずは外観からです。まあ全くと言っていいほど同じです。別に一時停止ボタンのね位置を揃えて、で V の方の再生ボタンをねこうでかくしちゃっても別に悪くないなぁとは思うんですけど、 R の方は、3ヘッドオートリバースなので、まあちょっとごちゃごちゃしていたり、 V の方はシンプルですね、オーソドックスな3ヘッド方式のレイアウトです。なんかどうも違うんですよ。何回聞いてもなんか違うように感じるんですね。なんかもう同じアンプを積んでるとは思えないくらいの差が出てきます。さあ後編はさらに細かいところの比較に行きましょう。まずはキャビネットを開けます。はい、前編でちょろっとお見せしましたが、ほとんど同じです。まあほとんどというよりは全く同じと言っても、いいんじゃないかなと思うんですが、向かって左半分に、デッキの制御系の回路があります。まあちょっとアップして見ていきたいんですけど、違うのはここくらいですね。これはバックテンションを調整するトリマーなんですが、まあ、R の方はリバースデッキなので、両方向それぞれ調整用のトリマーがついてるといった形ですね。そしてあとここです。この部分、これね R しかついてないんですよ。でトリマーが2つついてるんですが、これね最初よく分かんなかったんですけど、これおそらくねクイックリバース用のセンサー調整かもしれませんね。一応リーダーテープと磁気テープの境目を検知するセンサーついてますので、おそらくこれじゃないかなと思います。はい、そして、デッキの右半分ですね、こっちがアンプの回路です。アンプはですね、まあ紹介した通り全く同じです。でまあ同じだから比較ねしても意味ないんじゃないかなって思うんですが、面白いのがこの部分、この部分は、録音に必要なエネルギーでもある、バイアスを作る回路なんですが、ここを見てください。こう 210kHz、150kHz と書いてあって、で 150kHz の方がなんかねマジックかなんかでね消されてるんですよ。でちょっとね R の方も見てみたいんですけど、 R もね同じようになってるんですね。でもこっちは210の方が消されてるんですよ。これはですね、どうやら V と R でこのバイアスの周波数の設定がね違うんだと思います。まあおそらく V の方は周波数をなんかねより高めに取ってるんじゃないかなと思います。多分アモルファスヘッドなんで高めに取れるんでしょうかね。おそらくこの、コイル、これ回すと多分調整できるんですけど、これが違うんじゃないかなって、このセッティングが違うんじゃないかなと思います。さあではここからはですね、ちょっと分解に行ってみましょう。まあ、手始めにまずはフロントパネル外してみましょうか。はい、フロントパネルを外した状態で2台を並べてみました。ちょっと電源を入れてみましょうか。さっきまでね、ディスプレイがオレンジ色に光ってましたが、パネルを外すと青白く光ります。まあメーターを動かすとこんな感じになります。どっちがいいんでしょうね、青白く光る方がいいかオレンジ色に光る方がいいか。僕は青白い方が好きかな。昔の車にあったデジタルのタコメーターみたいでね、いいですね。僕あれめっちゃ好きなんですよね、デジタルのタコメーターで、でカーステもカセットテープというね、もう最高ですねさてフロントパネルを外したところで、まずはねここの操作ボタンのある基板を見ていきましょうか。基板のね印字を見ると、V と R 共通のものを使ってるっていうのがねわかります。で R の方はここに LED があるんですけど、どっち
ちにテープが走るか、まあ、いわゆるヘッドがどっちを向いてるかですかね、を示す LED があるんですけど、まあ当然ですが V にはありません。でもあの LED のこの実装場所がねちゃんと記されてると。あとここですね、ブランクスキャンの部分、V の方は何もありません。で R の方はね、あのブランクスキャンのボタンがついてると。そして一時停止ボタンですね、 R がここで、で V は同じ場所じゃなくて R でいうフォワード再生のボタンの位置が一時停止ボタンになってます。あの基板の印字を見るとね、こう再生マークの下にカッコで一時停止のマークが書かれていますよね。このカッコの中の方が、まあ、V9 専用の、表示なんでしょうね。はい、操作ボタンの基板はねこれで終わりなんですけど、あともう一つ忘れちゃいけないのがリバースモードのスイッチ。 R はねちゃんとこのようについてるんですけど、まあワンウェイの V の方はだけどあの位置をね取り付けられるような形になってると。基板の方もね一応取り付けられるように穴は開いてるんですけど、まあハンダで埋められてるといった形ですね。では次です。これはですね違いではないんですが、ちょっとね謎な部分があるのでちょっとね紹介させてください。メーターのディスプレイにあります。まあメーターは V も R も同じなんですが、なんかね搭載していないのにもかかわらずドルビー S の表示があるんですよね。えなんでだと思いますか？まあいろいろ考えられると思います。あのもともとドルビー S を搭載する計画があったけど途中でボツになったとか、まああとメーターのディスプレイを次の V8000S でも使えるように設計したとか、まあ勝手な作り話ですけども、実はですね調べてみるとどうやら V10000 というさらに上の機種が海外に存在するようなんですよ。で検索すると画像も出てきまして、外観はねこの9000兄弟全く同じのままドルビー S を搭載しているそうです。で今回の9000兄弟が、1989年製と考えるともう日本よりも先駆けてドルビー S を搭載したということになるんじゃないですかね。もしかしたらドルビー S 一番やりかもしれません。はい、最後はメカニズムの部分いきましょう。メカもですね基本構造は全く同じです。動作音も同じ、なんかね動き方も同じなので、ワンウェイとオートリバースの構造の違いがねよくわかります。ではねちょっとメカを下ろして見てみましょうね。はい、並べてみるとまあ外観はね同じです。さすがティアックのメカでかいですね。はい、では早速ですが V と R の違いです。R の方左側になんかね余計な基板がついてます。これは、どっちの消去ヘッドに電流を送るかを切り替える基板ですね。前編で紹介したように、消去ヘッドがフォワード用とリバース用別々についてると、お話ししたと思うんですが、ここがねちょっとポイントなんですよ。ちょっとですね配線の本数に注目してほしいんです。はい、V も R も3本ずつです。ちなみに R の方ヘッドの数っていくつありましたか？はい、4つですよね。まあ、消去ヘッドが2つついてる関係で、あと再生ヘッドと録音ヘッドを合わせたら全部で4つになるわけですよね。でも3本しかない。まあ、その理由がこの左側についてる基板ですよね。ここにあるスイッチがポイントです。
これがですね、どちらの消去ヘッドに電流を流すかを切り替えてるんですね。ヘッドが回転すると同時に、まあこのレバーが動いて、まあこのスイッチが操作されて、どっちの消去ヘッドに電流が行くかを切り替えてるといった仕組みになってるんですね。はい、次はね、メカの後ろ側です。キャプスタンホイールも全く同じですね。でかくて立派なものがついてますね。で、違うのはベルトのかけ方です。ちょっとここを外してみましょう。はい、V の方はクローズドループデュアルキャプスタンなので、左右のホイールは同じ方向に回ります。なので、こういうかけ方ですよね。一方で R はオートリバースなので、左と右で回転方向が逆になるようにするので、かけ方がねちょっと違います。こうですね。じゃあちょっとね、この状態でキャプスタンモーター回してみましょうか。モーターに直接電源を入れます。どうでしょう、回転の違い分かりましたかね。で、後から気づいたんですけど、V と R、キャプスタンモーターの回転方向も違うんですね。ということは、キャプスタンモーターを V と R で入れ替えるっていうのも無理そうですね。ちなみにプラスマイナス逆転はできませんからね、キャプスタンモーターって。中に回転速度を一定に保つ、まあ、サーボ回路が入ってるんですけど、まあ、これがある関係で、ね、回転方向を逆にしようと思ってプラスマイナス入れ替えるってことがねできないんですよ。なのでキャプスタンモーターを入れ替えるときはね、回転方向にも気をつけないといけないですね。これは勉強になりました。それじゃあね、もうちょっとだけ分解してみますか。キャプスタンホイール外しちゃいます。ではね、さらに細かいところを見ていきましょう。R の方は、まあリバースなので部品もねちょっと余分についてます。これはですね、ヘッドを回転させるための、まあ、レバー的な部品ですね。これが動くと、ヘッドがこう回転します。まあ、V の方は当然ですがワンウェイなのでありません。でもね、一応こう取り付けられるようにね、こうなってるんですよね。はい、ということで違いはこれくらいですかね。と思ったらもう一個あります。気づいたかな。もう一回ちょっと同じ画像を流します。どうでしょう、わかりましたでしょうか。ここです。ここがですね、 V の方は片方だけなんかスカスカになってて、で R の方は両方ね、なんかこうぎっちり詰まってるっていう感じで、まあちょっとよくわかんないんで、分解した画像があるのでちょっと紹介しますね。はい、このように外れるんですね。これはR9000 用なんですけど、でここのね、巻き取り軸、まあ、リール台ですよね、これ外れるんで、外すと、はい、出てきました。でさっき裏から見たこいつですね、これはですね、バックテンション用のコイルです。まあ、バックテンションっていうのは、再生中ね、テープの走行を安定させるために、まあ、適度にこうテープを引っ張ってあげること、これをバックテンションっていうんですが、9000兄弟はですね、なんと電磁石を使ってるんですね。なので電流の量を調整することでバックテンションの強さ調整できてしまうんですよ。でしかもなんと R は両方ついてると。いやすごいですよこれ。ほんの普通ね、オートリバースデッキなんてこんなのついてないですからね。で V の方はリバースがついてないので、片方にだけ電磁石のコイルがあります。さあ2回にわたってお送りしてきました V9000 と R9000 の徹底比較、
最後に僕の感想になるんですが、この九千兄弟ですごいと思うのはやっぱりメカニズムかな。特にあの電磁石を使ったバックテンションのシステムはすごいですね。あのだいたいそうかな、あの他だとねフェルトを使ってたりっていうのが多いんですけども、フェルトだとねやっぱりどうしてもこう、テンションにムラができちゃったりしてね、あのひどい時にはテープがねこうちょっと蛇行しちゃったりとかっていうのもあるので、これはねなかなかすごい画期的なシステムだなと思います。他にもですね、まあ、メカ全体の構造で見た時に結構構造もねシンプル でベルトもね、あの特にメカを動かすベルトなんですけども、あれも結構ぶっといの で交換もしやすいので、結構ねタフなメカじゃないかなと思ってます。アンプもですね V8000S 以降と比べると結構コストかかってると思います。特にあの電子部品、このなんだろうな、コンデンサー、四角いコンデンサー、おそらくフィルムコンデンサーでいいと思うんですけども、これも結構高そうですね。なんかデッキ全体の完成度で見てもこの九千兄弟って高いんじゃないかなと思います。それでは、今回もお付き合いいただきありがとうございました。こうやってね徹底比較シリーズはね、単にこうねカタログスペックだけじゃなくて、こうデッキも開けて、ちょっとマニアックなところまで、外からは絶対わからないような違いまでね、紹介していきますので、またね面白い比較ネタがあったら、お送りしていきますので、楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまた。